上井十院駅は、鹿児島県鹿児島市上谷口町にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅名は、旧松本町の調整志向前の村名であった、上井十院村に由来している。駅の標高は141メートルで、鹿児島本線の駅では最高地点に所在し、隣の広木駅を経て、鹿児島中央駅に向かって9キロメートル余りの、一方的な下り勾配になっている。 1913年に開設された際には、万洲石駅であった。万洲石とは、万洲石駅の開業当時、隣村であった、谷山村大和子ケベップにある、島津隆久が休息したとされる巨大石のことである。1949年に上井住院村議会の議決による村の請願により、万洲石駅から上井住院に駅に改称された。上伊獣院という名称は、 当時の自治体名である上重院村に由来している。上重院村の市街地及び村役場は現在の薩摩松本駅付近にあったが市街地には駅名解消から5年後の1954年に薩摩松本駅が設置されるまで駅は存在しておらず、上重院駅に解消された1949年時点、上重院村は1960年に 調整志向及び解消し松本町となり、2004年に鹿児島市に編入され消滅している。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面1線、合計2面2線のホームを持つ地上駅。互いのホームは古選橋で連絡している。かつては単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線の2面3線であったが、2018年9月からのバリアフリー化による、 ホーム傘上げと新古線橋設置工事に伴い、島式ホームの旧2番乗り場が廃止された。現二代目駅舎は1985年、JR 九州鉄道営業が駅業務を行う業務委託駅である。夜間は無人駅。マルスはないが、ポス端末が設置されている。IC 乗車カード、守護課の利用が可能で、簡易守護課改札機が設置されている。守護課は、 無記名式のみを券売機で販売しており、窓口では販売していない。また、定期券など、記名式の守護化は購入できない。タッチパネル式の IC カード対応自動券売機が設置されており、IC カードへのチャージや守護化ポイントのチャージなどが行える。IC カードチャージ機も設置されている。トイレは改札外にある。 2018年度の1日平均の乗車人員は1725人であり、JR 九州管轄駅では松橋駅に次いで108位である。駅前を鹿児島県道24号鹿児島東一帰線が通っている。駅北側には鹿児島県住宅供給公社により造成されたガーデンヒルズ商用台があるほか、駅南側に隣接する春山町、北側に隣接する 石ヶ谷町では住宅地下が急速に進んでいる。九州旅客鉄道鹿児島本線薩摩、松本駅大場移住院駅、広木駅。ありがとうございます。